警告株はもう外国人投資家に見放されたようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、外国人投資家たちのセルコリアが止まらない、3週間で5兆ウォンの警告株売りをお送りします。外国人投資家たちは国力、通貨力の弱い警告を売り倒す。外国人投資家たちは現在警告株を盛大に売り続けています。ウクライナ情勢が悪化の一途をたどったこの3週間で、コスピ、警告総合株価指数とコスダック、警告の証券市場で5兆ウォン、約4900億円以上売り越しているのです。これは警告の個人投資家たちが8兆ウォン、約7840億円近く買ったのとは真逆の動きです。警告取引所によると、外国人投資家たちは2月18日から3月11日までコスピ市場で株式5兆968億ウォン、約5000億円を売り越しています。コスダック市場と合計すると、外国人投資家たちの売り越し金額は総額5兆4198億ウォン、約5310億円に達しています。これに連動し、コスピは同期間に 2744.09 ポイントから 2661.28 ポイントへと約 3% 下落しています。売りは特にサムスン電子に集中し、1兆6987億ウォン、1665億円が売り越されました。セルコリアは結局半導体銘柄を売るセル半導体と見ることもできそうです。半導体専門家の間では半導体業界のピーク論も出ているのです。また LG エネルギーソリューションが6060億ウォン、594億円、ヒュンダイ自動車が3888億ウォン、約381億円、LG 化学が3681億ウォン、361億円、SK ハイニックスが3636億ウォン、357億円売り越されました。外国人投資家たちが警告株を盛大に売り始めたのは最近からではありません。コロナ禍が始まった2020年から警告株をまるで親の仇のように売ってきたのです。2020年1月から2021年10月までの間には、なんと54兆ウォン、5兆3000億円以上を売り越しています。2021年11月から12月には一瞬買い越しに転じたかに見えましたが、2022年に入ると再び強い売り傾向を見せているのです。その結果、外国人投資家たちによる株式保有の比率は激減しました。3月11日のコスピ時価総額2091兆ウォン、約205兆4000億円のうち、外国人投資家が保有する株式は666兆ウォン、65兆4300億円で、全体の 31.86% となりました。2016年2月11日の 31.77% に近い6年1ヶ月ぶりの低水準です。外国人投資家の保有率は2020年2月の 39.3% がピークで、その後は減少が止まらないのです。外国人投資家が警告株を売り倒し始めたのは、ロシアのウクライナ侵攻、それに伴う西側諸国のロシア経済制裁、米国連邦準備制度理事会 FRB の金利引上げ予告などの悪材料が重なった時からです。資本市場研究員のファン・セウン専任研究委員は、ウクライナ情勢とアメリカの利上げ懸念が流動性確保と危険資産回避心理を生んだ。外国人投資家たちは国力の弱い警告株の割合を減らす決断をしたのだと述べています。警告経済は輸出もエネルギーも外国の状況に依存しています。そのため、現在のような世界が不安定さを増している時には、安全資産であるドルが買われ、
英国国内でしか使えないウォンは下落します。外国人投資家たちはドルをウォンに変えて英国株に投資しています。そのためウォンの価値が下がれば投資分に対し為替座損を負うことになるのです。それを嫌って英国株を手仕舞いする。そのためますますウォンが売られるという悪循環が生まれているわけです。ウォン安も止まりません。昨年末に1ドル1188ウォン台だったウォン相場は3月11日には1ドル1232ウォンと 3.6% のウォン安となりました。3月16日には1年10ヶ月ぶりに1ドル1240ウォンを突破し1ドル1245ウォンまでウォン安が進んだのです。こうした状況には英国の人たちから多くのコメントが寄せられています。その一部をご紹介します。英国の反応。次は不動産の番だね。もうみんな一緒に地獄へ行くしかない。今更遅いかもしれないけど、金利を上げて外国人たちの空売りもなくそう。ムンジェイン大統領が望んでいた時代がついにやってきたね。野党の新大統領は、国を立て直すと言っているが、もう間に合わないよ。貧乏な人は絶対に中産層に上がれなくなる。牢屋の中でムンジェイン氏は民主党を支持しなかったからだと嘘吹くのだろう。ハゲタカたちが売りに回ったんじゃどうしようもない。株は下落していくだけだ。そこがどこになるのかわからないな。借金投資をしている個人投資家たちは終わっていくだろう。ウクライナの死者より数が増えるんじゃないか？もう打てる手はないな。あとは国が終わってからアメリカとヨーロッパの経済侵略に遭うだけだ。借金して投資して稼いだお金が自分のお金だと？稼いだら自分がよくやったと、失えば国家のせい。いつもながら笑わせる奴らが多いな。株でも為替でも値上がりする時もあるし、値下がりする時もある。そんなもんでしょう。冷や汗たらたらだけどさ。経済状況が悪化すると、その後遺症が徐々に現れてくる。IMF も一度にそうなったのではなく、徐々に英国経済が腐っていった結果だった。当時、米クリントン政府が意を決してドルを締め付けてしまったから、すぐに崩れてしまったんだ。もちろん、日本がお金を貸してくれなかった影響もあるけど、家を買った人、株を買っている人たちは覚悟しろ。住宅価格は大暴騰。仕方なく若者は株にオールインしたら空売りで株価は大暴落。すべてを逆にして庶民を皆殺しにする空前絶後の政権だね。日本の反応。何か有効な経済対策を英国政府が打ち出せていれば、これほど大変な状況にはならなかったのでは？コロナにしても民意に負けて規制緩和に踏み切った結果、感染者数の爆増につながってしまった。ストが相変わらずあちこちで起こっているし、不動産のバブルも崩壊しそうだし、企業活動の先行きも怪しい。海外投資家とすれば悪材料を出し尽くせないのであれば逃げる以外ないだろうね。海外企業の脱警告は止まらない。警告さんどうにもならないって感じだな。世界経済がいい時はそれなりに恩恵を受けるけど、有事の際は新興国市場は一気に売り倒される。国内の個人投資家が買いに回っても無理だよ。食い物にされるだけ。ハゲタカ返しには歯が立たない。ユン氏が新大統領に決まったから多少は株高に触れるかと思ったけど、全然だね。もっとも国のリーダーで言えば日本の方もリスク抱えてる状態だから、よその国のことを気にしてる場合じゃないんだけど。まだ5兆ウォン。日本円で4800億円ほどなら、それほど驚くことではない。外国人保有率が 30% を切り始めたら、国家デフォルトも視野に入るだろうね。とはいえ、英国はロシアとの貿易が日本よりも多いし、原油輸入量も多いから、戦争が終わらない限り先は真っ暗闇。英国の個人の負債額は GDP を上回っている。国民が借金して不動産や株に投機しているのだから相当やばいことになる。
日本人で借金して信用買いをやってる人はそこそこ資産がある人。いざとなっても返せるから株式市場は崩落しない。だけど渓谷はどうなるかわからないな。今、渓谷経済は視界ゼロのお先真っ暗な状況。渓谷の大統領選では、ムン大統領の路線を引き継ごうとしたイジェミョン氏は敗退しました。野党が勝ったのですから、渓谷は親日親米路線に変わって良さそうなものです。しかし、これまでの歴代の政権を見ると、どの政権も基本的には反日でした。5月10日から新大統領となるユン・ソクヨル氏は、一応は親日派と言われています。早速、岸田文雄首相と電話会談もしていますので、冷え切った日韓関係にようやく日が差すと期待されています。ただ、過度な期待を持つと肩透かしを食うかもしれません。というのも、ユン・ソクヨル氏はこれまでたびたび反日的な意見も述べているからです。渓谷の人たちは幼い頃からあらゆる機会に反日思想を叩き込まれています。そのため、支持率を上げようと思ったら反日発言をするのが一番有効なのですね。対立候補だった与党のイジェミョン氏は経済やコロナへの具体的な政策も打ち出さずに反日の言動ばかりを繰り返していました。それなのにユン新大統領とは大接戦を演じました。これはつまり渓谷では反日言動をしていれば国民からの支持を得られるということです。となると、ユン・ソクヨル新大統領も、いくら渓谷経済を救うためだと言っても、露骨に日本にすり寄ることはできないでしょう。支持率が一気に下がってしまったら、いきなり政権が死に体になってしまいますから。しかし今、渓谷経済は視界ゼロのお先真っ暗な状況です。日本やアメリカからの支援なしでは立て直せないことは明らかです。ユン新大統領は頭を抱えているのではないでしょうか。ユン・ソクヨル新大統領の言動や行動を細部にわたって検証し、冷静な対応を。今後注目すべきは、ユン新大統領が日本に対してどんなアプローチを仕掛けてくるかです。選挙中、ユン・ソクヨル氏は、アメリカ政府が渓谷政権に求めるすべての政策を実行すると公約していました。つまり、今までムン政権が行ってきた北朝鮮や中国へのすり寄りをやめ、日米欧との関係を修復して、同盟国としての役目を果たすということなんでしょう。バイデン政権は、日韓関係の改善と日米韓3カ国の安全保障協力を強化するよう、日韓両政府に働きかけています。大統領選挙期間中、ユン・ソクヨル氏は、ムン政権の対日政策について批判し続けていました。今後、ユン政権は日本からの経済支援やスワップを得るために、ある程度反日行動に規制を加えるでしょう。しかしそれが日本を再び渓谷の ATM 化するためのすり寄りか、本当の意味の歩み寄りなのかを見極めなくてはなりません。単なるすり寄りを歩み寄りと勘違いして、無条件で渓谷に経済支援をしても後で裏切られるだけです。ユン・ソクヨル新大統領の言動や行動を細部にわたって検証していくべきです。今のところ彼は竹島問題、徴用工裁判での日本企業の資産の現金化について判断を保留中です。日本に支援を要請するならこうしたことについてまず方針を明確にしてほしいところですね。それまで日本は応じる必要はありません。日本政府には渓谷の新政権に対する冷静な対応が求められているのです。あなたは外国人投資家たちのセルコリアについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。